だってね、あの、そうそうそう、そうあの、クズのアライドのドラマ CD の情報が発表されまして、ようやっと言えますね。アニゲラディドゥーンが始まる何ヶ月か前ぐらいから決まっていて、ずっと言いたかったんだけど、なかなか言えなくて。この間ちょっと先行版を取ってきました。そうしたらね、小屋さんと中田ジョージさん一緒だったんですけどね、ジョージさんがゲーム大好きみたいで、なんか電車の移動が多いみたいなゲームばっかしてるらしい。そんなジョージさん、最近 DSI を入手したみたいでね、き、もう、 勢いよと取り出すわけですよ。何取り出すのかなと思ったら DSI 取り出して、見てください、この DSI! って言ってね。初めて手に入れたんですって言われてね。よっぽど嬉しかったのがね。そしたら小屋さんが、ああ、そうなの。じゃあ、割ろうかって言ってね。<laughs> そしたらジョージさんがさっきまでニコニコしてたのになんか、キシンみたいな顔になってこ、ね、これ生きては返しませんよ。ってね。<laughs> その後3人で爆笑っていうね。ジョージさんそんなにゲームやるんだってね。 いつだったか、なんかあの、スタジオでずーっとなんかの数字を見ながら、うーんってうなってるのを見て、ナレーションかなんかなと思ったら、クライシスコアの攻略だったってね。ゲームにお詳しいスイタさんにお聞きしたいことがありますって。この暗号が解けないんですって言ってね。ゲームかいって思ってね。<laughs> さあ、ジョイさん素敵。はい、ご期待ください。はい <music>